はい、こんにちは、KTEN です。今回は無料のバックアップソフト、ミニツールシャドウメーカーフリーについて解説します。ミニツールシャドウメーカーは、Windows 11に対応しているバックアップソフトになります。システムイメージのバックアップ、ファイルホルダ単位のバックアップができます。さらに無料でクローン作成もできます。このソフトを使って無料のクローン作成については、 別の動画で解説してます。そちらを参考にしてもらえればと思います。今回はこのソフトについて、ダウンロードからインストール方法、さらにバックアップについて詳しく解説していきます。ただし、復元方法についてはですね、説明に時間がかかるので、次回以降の動画で解説していきます。はい、ではですね、こちらの画面見てもらって、 検索サイトでミニツールって入力して検索します。そうすると一番上の方にですね、ミニツールって出るんで、こちらのですね、j p ミニツール .com。こちらをクリックすると。はい、そうすると公式サイトが開きます。で、下の方にですね、今、バーゲンセールってなってるんですけど、これですね、バズボタンで消しておきます。今回使用するソフトは、ミニツールシャドウメーカーになります。 このミニツールの公式サイトの一番上、ダウンロード、こちらをクリックします。そうすると、この画面が開くんで、またこの広告必要ないんで、×ボタンで閉じておきます。クッキーについてもですね、続行をクリックしておきます。はい、この状態で一番下に下げていきます。そうするとですね、一番下にミニツールシャドウメーカーっていう文字があります。その右の方にですね、無料版。 体験版ってあります。今回はこちらの無料版について解説していきます。そのままですね、ダウンロードをクリックします。そうすると左下ですね、ダウンロードされたと。この画面必要ないんで閉じておきます。ではですね、エクスプローラー開いて、こちらのダウンロード先を開くと。なら今ダウンロードしたファイルがあるので、 そのままダブルクリックするとそのままですね今すぐインストールこちらをクリックしますはいそうするとですねインストールが完了したとこの画面表示されたらですね今すぐ開始こちらをクリックしますはいそうすると正常にミニツールが起動できたと そして、この画面ですね。画面いっぱいに広がっているので、分かりにくいので、小さくします。この画面を見てもらうと、英語表記になっています。このソフトは、日本語対応になっているので、日本語にしていきます。まずは、この画面の右の方の3本線ですね。この3本線をクリックします。はい、クリックすると、一番上ですね、Language になっているんで、その中からですね、Japanese を選択します。 なら、この画面開くんで、OK をクリックします。で、一度ですね、この画面を閉じます。はいをクリック。そして、もう一度起動します。はい、そうするとですね、この画面ですね、すべて日本語になってます。これで使いやすいかと思います。はい、ではですね、この状態でバックアップを作成していくんですけど、最初にシステムイメージバックアップを作成します。作成するにあたってですね、 エクスプローーラ開いてて確認しておきます。今回こちらの C ドライブこの C ドライブの中の Windows をですね丸ごとバックアップするとそのバックアップ先なんですけど今回はこちらの E ドライブに設定しますこちらの E ドライブを確認しますそうするとこのようにですねいろんなフォルダがあってさらにですねファイルがたくさんあるとですので先にですね バックアップ専用のフォルダを作っておきます。この画面の新規作成。こちらをクリックして、フォルダならここに新しいフォルダーって出るんで名前を付けておくと。はい、今回であればですね、01、ミニツールなんでミニにしておきます。こういったフォルダを作って、このフォルダの中にシステムイメージバックアップを作っていきます。ではこちらの画面見てもらって、今ですね、一番上、ホームになってます。 バックアップを作成するんで、こちらのバックアップをクリックと。そうすると、この左側にですね、ソースっていうふうに書いてあります。元になるハードディスクのこと、元になる SSD のことになります。ここで一つポイントなんですけど、このミニツールシャドウメーカー、このソフトは規定値ですでにですね、Windows のシステムイメージだけのバックアップを作成できる設定になってます。ですので、今回であればですね、 この状態でも設定されているので、ソースをですね、変える必要もありません。はい、これでですね、ソースの方は設定できているので、今度はですね、バックアップ先ですね、保存先。こちらをですね、変更していきます。今ですね、H ドライブが選択されているので、こちらクリックしてですね、先ほどの E ドライブ、E ドライブを選択して、さらにダブルクリック。ならですね、先ほど作成した01ミニっていうフォルダーがあります。 こちらを選択した状態で OK をクリック。はい、そうするとここですね。大きくします。E の01ミニのホルダーになってます。これで設定できてます。はい、これでソースとバックアップ先設定できてるんで、右下の今すぐバックアップ、こちらをクリックします。そうすると確認画面が表示されるんで OK をクリックと。はい、そうすると作業が開始されると。 このシステムイメージバックアップについてはですね、多少それなりに時間がかかるので待つ必要があります。はい、この動画においてはですね、このあたり非常に長く時間かかるので、動画の編集をカットして終わりに進めた状態でまた解説していきます。はい、そうするとですね、こちらの画面見てもらって、バックアップが完了すると、このようにですね、緑の文字で表示されます。 これでシステムイメージのバックアップが完成したってことになります。ではですね、この状態でエクスプローラー開いて実際にバックアップされているのか確認します。e ドライブの01ミニ。この中にホルダーができてこちらにですね、バックアップファイルがあります。拡張子 MPI に当ってます。この MPI っていうのはミニツールシャドウメーカー独自の システムイメージファイルの形式になります。ここに MPI のファイルがあるので正常に出来上がっているのが確認できます。はい。ではですね、こちらの画面見てもらって、今度はですね、ファイル、ホルダー単位のバックアップについて説明します。その前に、バックアップするファイルを確認しておきます。エクスプローラー開いて、今回であればですね、Music。この Music の中に MP3 のファイルがあります。 こちらのクラシック音楽。この MP3 のファイルのみをですね、バックアップしていきます。では、こちらの画面見てもらって、この画面上の左側、バックアップってあります。こちらをクリック。なら、先ほどと同じ画面が開くんで、今回ですね、こちらのソースについては、先ほどの MP3 を選択します。ですので、この画面上でクリックすると。ならですね、下の方に、 フォルダとファイルってあります。こちらをクリックすると。そうすると、ユーザー、コンピュータ、ライブラリって表示されます。この画面表示されたらですね、ファイル単位で選択する場合は、一番上のユーザー、こちらをクリックします。そうすると、右側にたくさんのフォルダが表示されるんで、この中からさらに選択していくと。今回であれば、こちらのミュージックなので、こちらをクリックすると。そうすると、 先ほどの MP3 がここにあります。ファイルの拡張子がですね、見えてない場合ですね、この後ろが見えてない場合、上のですね、このサイズの手前で矢印がですね、左右の形になるんで、この状態でドラッグすれば、MP3 の拡張子が見えます。今回はこの MP3 だけをバックアップするので、こちらにチェックを入れてます。この状態で OK をクリック。そして保存先なんですけど、 先ほどと同じ場所を指定します。こちらの右の方ですね。クリックして、先ほどの E ドライブ、その中の01ミニ、こちらを選択して OK をクリック。はい、これで設定できたと。設定できたら右下の今すぐバックアップ、こちらをクリックと。確認画面表示されるんで OK をクリック。 はい。そうするとですね。こちら、下の方ですね。バックアップが完了したと。緑色の文字で表示されてます。上の方がシステムイメージのバックアップ。下の方がファイル単位のバックアップということになります。はい。この画面を見てもわかるように、システムイメージバックアップ、ファイル単位のバックアップ、正常に完了したと。このやり方がバックアップ方法になります。次回以降の動画で、 実際の復元方法について解説していきます。復元方法についてはシステムイメージバックアップの復元方法とファイルやホルダ単位の復元方法異なる方法になるのでそのあたりを詳しく解説していきます。今回の解説は以上になります。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。